横浜銀行が小田急線各駅に設置したステーション ATM プラスバンクステーション ATM とは駅に設置されている現金自動預け払い機である。ステーション ATM は鉄道会社が都市銀行などと提携して設置している ATM サービスのことである。現在日本では銀行と鉄道事業者の駅施設を使用した ATM の設置が 21世紀に入ってからのボーダレスな環境によって進展している。日本国内で最初に導入されたのは2000年頃に阪急電鉄に導入されたパッドサットと,とされる。2004年1月19日、東日本旅客鉄道は郵便貯金提携当時は日本郵政公社が運営。現在は郵貯銀行に継承と提携して、 預金引きでと残高紹介のサービスを開始した。なお、JR 東日本は当事者で発行していたビューカードの ATM であるビューアルテに銀行カードの取扱いを加えた方式をとっている。そのため、現在でも定型金融機関のキャッシュカードと定型クレジットカードしか使えない。2005年4月1日、小田急電鉄は横浜銀行と提携して、 ステーション ATM プラスバンクという ATM サービスを開始した。なお、小田急電鉄は日本の鉄道事業者では初めて全駅に ATM を設置している。小田急電鉄では横浜銀行と提携することによって横浜銀行では店舗を減らし経費削減を可能とするのと同時に小田急電鉄全駅に設置することにより営業エリアを拡大させるという双方のメリットを 発揮している。これに追従し、他の鉄道事業者も動き出したが、全域設置には、まだ至ってはいない。また、他の鉄道事業者では、当初は、鉄道事業者と提携している銀行及びそれ以外の、地元銀行や近隣県域の銀行や、多項カード引き出て数量無料の ATM などが、設置されていたが、現在では、前述のパッドサットなどのような共同 ATM や、 セブン銀行及びイオン銀行といったコンビニ ATM を設置する鉄道事業者が多くなった。また、駅構内の売店をコンビニエンスストアに転換することによって入居するコンビニエンスストアで導入しているコンビニ ATM を設置することで駅の ATM コーナーとすることがある。また、ビューアルテではビューカードでの追加チャージ。 セブン銀行 ATM ではピタパンを除く交通系 IC カード全国総合利用サービスに参加する交通系 IC カードへの現金チャージが可能になるなどの利便性が向上している設置されている ATM については各鉄道事業者のホームページ内の駅情報において設置されている駅においてはどの ATM が設置されているかもしくは設置されていないかを 参照していただきたい。駅中バンク東京三菱銀行、ステーションネットワーク関西及び池田銀行との ATM 提携について JR 東日本のビューカードの ATM コーナーはこれ以前から存在していたが、それまでは自社発行のビューカードや提携クレジットカード会員向けのキャッシングサービスのみの取り扱いだった。子会社の北海道キヨスクが運営する 校内店舗をセブンイレブンに転換することにより順次設置される。ABE ネット ATM、ゆうちょ銀行 ATM は校内店舗をトーマニューに転換したことにより設置された。一部店舗を除く。アットバンク ATM は子会社のコミュニティ形成が運営する校内店舗を AM、PM、ファミリーマートに転換したことにより設置された。その後、 アットバンク ATM は、ゆうちょ銀行 ATM に置き換えられた。一部店舗を除く。E n ネット ATM は、子会社の形成ストアが運営する、校内店舗を、ファミリーマートに転換したことにより設置された。一部店舗を除く。子会社のスタジオンセルビスが運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換することにより順次、設置される。アットバンク ATM は、 関連会社のコミュニティ形成が運営する構内店舗を AM、PM、ファミリーマートに転換したことにより設置された。その後、アットバンク ATM は、ゆうちょ銀行 ATM に置き換えられた。E ーネット ATM は、形成ストアが運営する構内店舗を、山崎製、パンデイリー山崎事業統括本部が運営するデイリー山崎に転換したことにより設置された。 一部店舗を除く。旧東京都民銀行設置の ATM を継承。セブン銀行 ATM は、子会社の京急ステーションコマースが運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換したことにより、設置された。一部店舗を除く。セブン銀行 ATM は、孫会社の JR サービスネット金沢が運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換することにより順次。 設置される。E ネット ATM は、子会社の名鉄産業が運営する、校内店舗を、ファミリーマートに転換したことにより設置された。一部店舗を除く。9、第3銀行設置の ATM を継承9、三重銀行設置の ATM を継承9、三重銀行9、第3銀行設置の ATM を, AT を継承、南海電鉄南売機で、駅の ATM、 ウバンク N バンクパッドサットがスタート。2003年2月28日池田選手銀行。銀行 ATM、バンクパッドサット南海電鉄、仙北高速鉄道への、バンクパッドサット設置について。仙北高速鉄道、ステーションネットワーク関西、池田選手銀行。2019年1月25日閲覧。アットバンク ATM は、子会社だった。 AMPM 近鉄が運営する校内店舗を AMPM ファミリーマートに転換したことにより設置された。その後、アットバンク ATM は E ネット ATM、ゆうちょ銀行 ATM に置き換えられた。一部店舗を除く、天王寺駅何倍期の駅もないにあるアンスリーに設置。セブン銀行 ATM は、子会社の JR 西日本デイリーサービスネットが、 運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換することにより順次、設置される。セブン銀行 ATM は、子会社の新鉄観光が運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換したことにより、設置された。ローソン銀行 ATM は、子会社の産業フレンズが運営する、校内店舗をローソンフレンズに転換したことにより設置された。セブン銀行 ATM は、 孫会社の JR サービスネット岡山、JR サービスネット広島、関連会社の JR 西日本産院開発が運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換することにより順次、設置される。セブン銀行 ATM は、子会社の四国キオスクが運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換したことにより、設置された。セブン銀行 ATM は、子会社のことでん、 サービスが運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換したことにより、設置された。セブン銀行 ATM は、孫会社の JR サービスネット福岡が運営する、校内店舗をセブンイレブンに転換することにより順次、設置される。アットバンク ATM は、子会社の JR 九州リテールが運営する、校内店舗を AM、PM、 ファミリーマートに転換したことにより設置された。その後、アットバンク ATM は e ーネット ATM に置き換えられた。一部店舗を除く。鹿児島銀行 ATM のうち、駅構内のファミリーマートに設置されているものは、子会社の JR 九州リテールが運営する、構内店舗を AM、PM、ファミリーマートに転換したことにより設置された。一部店舗を除く。 ユイレールの5駅にセブン銀行 ATM を設置。セブン銀行2019年1月25日閲覧。ありがとうございます。